しろ。うるせえっつってんだろお前よ。いい加減にしろ。舐めてんのか。いいやったらぶっ殺してやる。どんどんうるせえんだよクソ野郎が。おら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 死ぬ。ガキが舐めてると潰すぞ。今日で卒業だな。お前と過ごした3年間悪くなかったぜ。ところで俺に何か用か。じゃまたな。おうどうした。俺に何か用か。じゃまたな。おうどうした。俺に何か用か。じゃ、またな。おう、俺と離れるのが寂しくなったのか。じゃ、またな。おう、俺と離れるのが寂しくなったのか。じゃ、またな。ああ、ちょっと考え事があってな。ところで、俺に何か用か。じゃ、またな。ああ、ちょっと考え事があってな。ところで、じゃ、ああ、ちょっと、ところ、じゃ、ま、ああ、ちょっと考え事があってな。ところで、じゃ、ああ、ちょっと考え事が、ところで、俺にな、じゃ、またな。悪いんだけどさ、後で、屋上に来てくれるか。ちょっとお前に話があってさ。悪い。ちょ。悪いな、急に呼び出したりして。お前にどうしても伝えておきたいことがあってさ。俺これまでお前のことずっと大事な親友だと思ってた。だけど卒業してお前に会えなくなるかもと思ったら、今になってやっとこの思いに気づいたんだ。もうただの親友じゃ嫌なんだ。一人の男として俺だけを見てほしい。お前のことが好きだ。本当か。やった、やったぞ。
ところでお前は知ってるか、この学校の伝説を。屋上のベルの下で結ばれた二人は永遠に離れることはないっていう伝説。二人は永遠に一緒だぜ。過去にもそうやって女の子を消してきたの？私はそれじゃあ消せないよ。他の子は君が消しちゃったから、攻略できるキャラクターは私だけ。永遠に私だけを攻略してね。